皆さんも知っての通りいろんなニュースとかね、うん、ありましたし、それでね、やっぱりあの、ね、警察の人ももう危ないので引っ越してくださいということで、やっぱり哲也君がね危ない目に遭わせるわけにはいかないと、ちゃんとしたね防犯設備整ったところに今回はね引っ越していただくということになりましたね、はい、引っ越しなんかいらんやん、絶対なんもねえやん、バカみたいやん、時間と金の無駄で、なんだ警察って言っとったやんね、女だら殺せるやん殺される前に殺せっす言ってねえよそんなことは昔はここに利光住ますようで作戦があったんですよ、利光のためにカーテンのレールつけたくなってすげえ大変だったね、これあ、ほんとじゃん。としみつかたくなにね、この家嫌がったんですよ。まあ、不仲説が立証ということで。あ、なんかとしみつがプレゼンしてる動画で、またここ仲悪いって言われてたんだよ。なんでもう早くしてください、うちだじゃん。あ、俺はとしみつ嫌いだかららしい。お前らが嫌いだ、バカ嫌いだったら間延びしてるところ、しめしめ、こいつ変な空気になって間延びしやがる、もっともっと伸びてやれって思うもんね。お前そんなこと思いながら編集してんの？なんでだしてないからそういう嫌いなやつ出てるとこ面白くなく編集するしてないから頑張って編集してんだよ。たくま、なんか悪いけどバレちゃうじゃないですかでもそういうことだよ、そういうことなんだよな、本当に西野カナさんの書く女女しい歌詞は適当な男が書いても男じゃ理解ができないはず。そのおっしゃる通り、誰が書いても一緒なんって言うとまたちょっと怒られるかもしれないけどまあ確かに男が見る分にはわからない。これを見てる男子は実際に挑戦してほしい、女子は分かって当選です。これはマジキモいんだけど、男子の考える歌詞って意味わかんないって言うってことですか。何これ、絶対これとこれが亮と芝居の歌詞じゃん、マジ女心分かってねーって言ってる、ね、嫌いな女が西野カナ歌うんだよな。嫌いな女ってカラオケ行く状況ない。嫌いなやつがこれほど歌うからな。だからこれ以上喋らせるんだこいつ。行きまーす。起きてるじゃないですか。なんだこの野郎、情緒が不安定死ぬ、マジで本当に死ぬ。僕今車から降りるときに今までの人生で一番でかい立ちくらみしたんですよ。こうやってよっこいせってこれくらい立ちくらみした。もう今上りチケット2枚あるんですけど1枚使わせてください。すぐ用事があるので長く休憩せないんですけど20分だけ休ませてください。本当に死ぬ。まあ急ぎじゃないんで全然いいですよ。お願いします。お前ら喋んなよ、うるさくしたら寝れねえからな。ふざけんな。こいつやった。これだ、こうやって持ってないとここカチって切られちゃうからな。おやすみ。ダイヤマー、はい、こちらです。これはなかなか特徴的、特徴的というかまあこの人っぽさが出てる服装ですね、はい、それではお考えください。宮村さんはこの服装を見てどんな印象を受けましたか。なんかこうシンプルっぽさがあるんで、うん、モデルみたいな人ではないな。なるほど、モデルみたいに綺麗な人ではないってことですか。そういうわけではないです。そういう、あいつ悪いねできましたか。はい、ひめまるさんからじゃ順番にお願いします。はい、僕が書いたのはりっちゃん。ぽいぽい、ちょっとぽい。りっちゃんはおい、ゆきぬ。おう、ゆきぬ。おお、なるほど。あー顔に浮かびました。マジ全然わかんないけど、でもりっちゃんよりはなんか話ある気がするんだけど。確かにりっちゃんよりはその服が似合うよとです。いや、待てよ。ほら、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 逆に手だけひょろひょろしてなんかちょっと勉強ガリガリやってるようなデグンボみたいなやつが一番いらない。そういうことです。それは言い過ぎだけど。逆に質問があります。じゃあ明日170代にしてあげますって神様が言ってきました。あなたはどうしますか。チビの気持ちも分かったままでかくなれるんだったらでかくなりたい。でかくなりたい、言いましたね。でかくなりたい、でかくなりたいんですよ。しどれはこの社会が悪い。いや、もうここ、あなたの死の子いたいですよ。普通に今、チビはバウダサいっていう、この社会が生きづらい。たまたま背が高い人かっこいいっていう雰囲気ができてますけど、これ逆だったらどうするの、どうなんですか。地球の歴史では、背が高い人がかっこいいとされてきてるんですよね。さっきからかっこいいかっこいいって言ってますけど、そちらかっこいいしか言えないんですか。かっこいいかどうかなんて人のあれですよ、別に。何がいかんかっていうと、背が高いからずっと自分が勝ってると思い込んでる。だから態度が基本的にでかくなっちゃうんですよ。チビこそは周りが見えてなくて態度がでかいんですよ。大きい人はもう心も大きいから全部見えてるんですよね。そういうの、それは知らないよ。今見てるとイケメンじゃないじゃないですか。はお前ふざけんなよ。どうしたお前。分かりました。俺はイケメンだぞって言ってるんですか。違います、お前がイケメンだって言ってんだ。本音違います。お前がイケメンだって言ってんだよ。違います、僕たちはイケメンじゃないんです。おー、それいらないな、それ需要ない。そのイケメンじゃないよ。僕はイケメンじゃなくていいよ、いいよ、それはいいよ。オーケー、認めよう。でもお前はイケメンだ、それは需要ない。そこじゃない、そこじゃない。自分、両君のテストいらないから。そこは認めてください。イケメンではない、同じレベルの顔面なのにもかかわらず、それが2人だから同じ顔面じゃねえ。
身長差で今までちょっと得してきたのが大きいから僕たちは身長の差なんですよ。顔の差だよ。ちげえんだよ。かっこいい顔とブスがだから身長なんだよ。リョウ君の身長の首から上に僕がついてて、ちっちゃいけどリョウ君の顔ついてる、どっちがモテるか絶対僕の方が背の高い虫さんの方がモテるなわけね。本当ですよ。世の女性はみんな背が高い方が好きなんです。違います。威圧感があって嫌だって言う人います。多分全然いないんだよ。なんか背高い方がいいよね、ステータス上だよね、それはバブル引きずってます。こう参考引きずってます。高身長のは優れてるみたいな、そんな関係ないですから。もう今の時代、今は省エネの時代なんです。食うもんも少ない方がいいし、服の丈だって僕の方が短くて済むじゃないですか。だって上級の方が絶対高いもんね。超嫌じゃない。終了。お前、小学校から俺知ってるけど、小3から知ってるけど、なんでいんのおかしいやん。結構ずっといるよね。ずっといる。俺ずっとありえないと思ってるんだよ。でもそれはうまくいく相手とうまくいかない相手の選び方がうまいねって言われてます。僕現にキャピキャピした女嫌いって言ってるじゃないですか。僕そういう人に絶対相手にされないんで分かってるんですよ。ヨシミツは、なんだかんや、なんかギヤギヤ、ビチャビチャした女が好きじゃないですか。そういうことですか。いやいや、それはないね。じゃあ本当は何すごい清純で、なんか、私、ヨシミツさん以外の男の人喋れないっていう人、じゃあ付き合いたいの。それバカにするわ。俺に、ちょっと男の人苦手な女の人から。俺がバカにしてるって言ったから、お前は絶対女をバカにしてるからな、お前。俺はバカな女をバカにしてるだけ。バカな女バカにしてるって、バカみたいな、バカじゃない女バカ。僕はバカな女をバカにしてるだけだけど、ヨシミツはバカじゃない女をバカにしてる。バカじゃない女をバカにしてるって一回もないからな。よだれ出た。味する？全然しない。キモい。お前がな。黒髪ですか？はい。目は金色ですか？いいえ。リスですか？いいえ。リスですからと無駄な質問すんな。30歳以上ですか？はい。うん、はいはい。何の野菜入ってるかっていうのはそういうヒントかもしれないでございますね。うん、母が作ったカレーってことは子供に対する愛がありますから、ちょっといただきます。愛の味を感じ取っていただいて、まあ僕の親の場合はないんですけどね。いじりにくいな。2分からんやつはマジバカすぎ。親に土下座してましたよ。だからいるんだよ、それが今自分たちの中に。じゃあ2番だと思う人今なら許すから、もう今のうちに。じゃあマジ2番の人。2番。じゃあ2に行くよ。分からんけど、自分でちゃんと2だと思うなら2。じゃあ2でいいよ。もういいの？別に愛も何もないみたいな。やめろよマジで。虫眼鏡が哲也に怒られた、どうして？もうじゃあまず私、妹ですね、2つ下なので、はい、ジェネレーションもみんなと一緒じゃないかと思います。うん、虫眼鏡は哲也に怒られた、どうして？ありえない、哲也の勘違い。おぉ、どういうこと？妹大喜利知らないかもしれない。諦めないで。拾って拾って。お哲也に怒られようとするわけないでしょという。高度なタイプ。ちょっと裏書いてきて、そういう感じじゃないですか。しかも優しされてるな。お前、外人に対して思い出てます。いいな。ないですけどね。おい、じゃねえ。一週間実家生活。一週間大鍵かめたら作ったらおもろい。本当は年末年始ね、じっくりね、実家に帰りたかったんですけどね、今回我々旅行行ってたんで、まあ一瞬顔出した程度ですよね、きっと。まあ僕はもともと帰るつもりありませんでした。おい、スッて入れるな。いや、行ってほしいよね、一週間。行ってほしいな。無事さんの誰か。なんでじゃあ負けたやつと虫さんがじゃんけんしてもらおう。なんでだよ。よっしゃ、いっすね。絶対や、絶対や。絶対にや。うぜえ。行くの？このカメラ止めてやろうかな。もし迷惑じゃなかったらみんなに言っといてって言われたから行ってみました。迷惑です。なんこのメガネやばい、こいつマジで。なんつこと言ってんだこいつ。ひどい、ひどいよ。じゃあ本当にね、うちの親は世に出せない、世に出せないというか、世に別になんで世に出す前提なんだよ。その親同士の信仰を深める前に僕と親の信仰ないから。それは終わりだよ。むちゃくちゃ。あ、もしもし、あれ母親は今お風呂。なんだよ妹。ちょっと母親のとこに行ってさ。お母さん、はい、うん、おもしもし、お母さんですか？はい。てつやのお母さんが、ん、てつやのお母さんが、てつやって知ってる誰か？うん、たぶんてつやのお母さんが、東海オンエアのお母さんで集まってなんかご飯でも行きたいねって言ってるんだよ。どうする？いいけど、私あんたのこと何も知らんだけど。はそのこと何も知らんだけど。で、行かない方がいいかもね。なんで？ん？なんで？ん？私の知らんことがいろいろ教えてもらえる？いや、恥かくだけだよ。なんで？ん？なんか、あ、そんなに何も知らないんだってなって。じゃあ断っとくね。いいわ、行くわ。ん？
行くわ。うじゃあなんか LINE グループがあるからそこに入っ招待しとくから入っといてね。でも余計なこと言わないように。いや言うよ。はは言わない言わない。じゃあ LINE グループ招待しとくんで入っといてください。はい。ドライだよ。いやでも来るじゃん。緊張した。めっちゃ乗り気だったじゃん、うん、全然。じゃあじゃあこれが面白いと思ってる今。今はこのノリがこうやって僕は入ってほしくないっていうのを察して EIDM 入るよっていうのが面白いと思ってる。まあそういう口調だったね。うん。というわけでじゃあ一応入れときますね。4人目です。しかもこいつの母親が言うと言うかもしれませんが、期待ですね。はい、ナマステ。はい。これってこの世にもういらないんじゃねっていうものがあったんですよ。ないそんなものは。いやあるあるある。この世にいらないものないってなんか散々いろんな人言ってるよと思うじゃないですか。もうこの5人の中でいやそれを使えるやんって言った人がいたら僕はこの動画を終わらせますので押しますよ。はい、こちらです。バーン。なんだそれ。いりますか。いやーそいじりこたつ武勇伝を語る夜食二度で毒吐き毒。でも苦手。時給と嫌い誤ること、平凡な自分。そうね、嫌いは多分3つとも当たってんのよ。時給そう当てたのすごいなと思って。なんでと思って。すごい。そんな質問なかった。確かに謝りたくないし、平凡な自分嫌いだなと思ったんですよね。でちょっと下見てください。なんでこれ2個あんの。高い企画力2個あんの。 YouTuber として天才すぎない。ちょっと天才すぎる。二乗ってことこれ。二乗だけどその代わり僕飽きっぽいからね。皆さん愛情ねえしな。そう、愛情も全くないから。愛情な。超危険人物。人望活力愛情なさすぎる。僕人脈作り以外はって書いてあるから、人脈マジじゃないから。頼むわみんな。お香の天才なんだな。俺お前らに頼むわこの辺は。なるほど、カバーし合ってきたやつか。そう、結構僕は多分尖ってんだろうね。あの性格というか、性格というかこの認定された特性めちゃくちゃあってね。かもね。強い自尊心、高い威嚇力、ブレない、言葉にトゲ、高飛車、超危険人物。いい子あんま書かれてない。怖い人じゃん。愛がなき。いやしかしまたとしみつの愛がないということで、今のところね愛がね、愛にしかない。本当愛欠落してるよみんな。公開前に愛が欠落してる人への。いや愛といえばしかし夢丸哲也。ここの二人で稼ぎたい。りょうくんは絶対愛一だからなこれ。俺花でガーベラらしい。いやりょうくんはマジで僕と一緒。俺のこと分かってなすぎる。本当にマジでビビった今のは。いや夢丸。人望なくなって。やばい、またトゲのあること言っちゃった。やだなこのサブちゃん見返してさ、トゲがないサブちゃん見つけたらさ宝くじぐらいだ。嫌いもどう。結構嫌いはね、まあそうだね、仮を作ること、横柄な態度。どこからとしみつの香りんだ。やばい、また時のあること言っちゃった。やばい、僕喋れんわ。僕喋れんわ。ちょっとやばい。アパレル店員嫌いなのやめな。本当に。いや、まあ、わかるけど。なんだ、アパレル店員嫌いなの。わかるけど、またトゲぞ。ちょっとトゲで笑うようになっちゃうよ、やばい。ちょっと、僕普通常運転なんだけどな。マジで、漂うこんなトゲ。一日何個トゲ刺すか、人に。